先日あの針治療をしたのをですね、何百本も結構打つんです。何百本、一回間というか、本作のキャッチコピーが気がつけば標的、こちらにちなんだお題でございます。気がつけば〇〇、この〇〇をそれぞれ お答えいただいてますので、ここでお話をいただこうと思います。すいません、どうしても久保田さんの方が気になってしまったんですけど。気になります。順番に行かないんですか？あのランダムに当てていきます。あ、そうなんですね、はい、スピ認定はいはい、どういうことですか？知ってる人います？なんかみんな笑ってる。どういうことですか？俺は略してですね、スピリチュアル認定なんですけど、はい、僕 SNS やってまして、うん、先日あの針治療をしたのをですね、あのちょっとなんか針をいっぱい打つ治療があって、はい、コリに対して打つ治療があったんですよ、はいはい、それを挙げただけでなんかすごい、なんかあいつはスピリチュアルの世界に行ってしまった、もう戻ってこないみたいなのが結構ニュースでバズったらしいんですよね。でなんか僕はもうなんかあいつはオカルトのやべえやつだ認定みたいな風になったっていうのを気づいたら標的になっていて、この作品の吉井のように。怖い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 、 SNS 怖いですね。怖いね。針打ちますよね。針打ちますよね。針気持ちいいじゃないですかね。僕すいません、見てないんですけど、はい、どんな針だったんですか？どんな針？いや、どんな針っていうか、どこにどんな針？いや、あのな、どこにどんな針？いや、わかんない、すいません、ごめんなさい。あの何百本も結構打つんです。何百本？一回では分からないですけど、結構一回で、でもたくさん頭から足まで全部打ってくれるんですね。で、まあ、手の施術をしてくれたりするんですけど、もうそれが本当にこう、なんだろう、全てのコリが原因としている、まあ、治療法なんで、そのコリに対して全部いっぱい打ってくれて、それが本当に快感というか、すごい、あ、写真のインパクトなんですかね。まあ、そうだから、あのなんか3枚目の写真がインスタの規制にかかっちゃって、なんか押さないと見れないみたいな。僕的には普通な、それがまた怖さを、それがまたなんかこうスピリチュアル認定なやつになっちゃったっていう気づいたら標的でございました。人って怖い。いやいやいや、コリ取ってください。コリ取りました、ね、はい、ありがとうございます、はい、ありがとうございます。